どこまで読んだっけ。ナンバースリーちゃん、支える影ちゃん、ティックちゃん、You are amazing! スパイダーマン、プシューン。そういえばね、私ね、あれ見たわ。結構前なんだけど、バットマンも見たわ。映画の。ごめん、スパイダーマンじゃなくてすみません。バットマン見たわ。めっちゃかっこよかったわ。そう。なんか結構さ、何作業をしながらさ、そう、なんか、しつつもさ、結構暇なんよ、目が。最近はアズレンばっかやってんだけど、作業して、アズレンして、作業して、アズレンしてってやってんだけど、それまでは結構、なんか、なんだろう、なんか YouTube 見ながら作業するみたいな、あるじゃん。それで、でも YouTube も動画何見ようかなって言って、いい動画ないなって言って、あ、映画見ようと思って、バットマンの映画見ながら、チラチラって見て、仕事してたんだけど、ね、ジョーカーのやつじゃない、1のやつかな。最初の1のやつ、見た。すごい、昔のね、やつだったんだけど、めちゃめちゃかっこよかったで。どうしてバットマンになったのか、みたいな、ところ見た。で、ジョーカーがめっちゃ人気らしいね。私よくわかんないんだけど。私もね、よくわかんないんだよ、実は。何なんだっけ、マーベル、マーベル作品ってやつがちょっとマジでよく分かってなくて、バットマンって悪役、なんだろう、あれだと思う、ダークヒーローって感じ。ダークヒーローかな、ヒーローでバットマンは。だからすごい惹かれたね、すごい私は。マーベルよくわかんないけど、惹かれてしまいました。ダークヒーローだから、やっぱインキャミナコとアクアにしてはやっぱね。え、バットマンってマーベルじゃない？え、そうなの？え、バットマンってじゃ何？え、バットマンって何？え、マーベルじゃないの？バットマンって、え、マーベルって何？ってか、アベンジャーズ？え、バットマンってアベンジャーズじゃないの？え？え、待って、バットマンってアベンジャーズじゃないの？待って、え？アベンジャーズって何？てか、アベンジャーズ、え？え？アベンジャーズ、サノス、スパイダーマン、キャプテンアメリカ、ドクターレンジ、ドクターレ、トニーなんとか、ブラックパンサー、え？キャラクター紹介。アイアンマン、キャプテンアメリカ、ソー、ハルク、ブラックウィンドウ、ニック・フェリー、ホークアイ、ファルコン、レッドスカル、ウルトロン、ロキ、ブラックパンサー、アントマン、ビジョン、ウォーマシン、え？マーベル。アベンジャーズ、ま、全然わかんない。え、DC って何？ DC？ やべ、わかんないわかんない、待って、全然わかんない。え、待って、アメリカンヒーロー全部マーベルだと思ってたんですけど、ジャンプとマガジン見て、あ、なるほど、会社が違うんだ。スーパーマンってマーベルじゃない？え？あ、なるほど、ホロライブと二次三次みたいな。あ、なるほど、そういう違いがある。あ、わかりやすい、すごい、なるほど。え？そうなんだ。バットマン。仲間。バットマンのじゃ仲間は何？バットマンの仲間は何？スーパーマン。え、だってさ、え、なんか私知ってるよ。ちっちゃい頃さ、スーパーマンのさ、ゲームやったもん。昔、なんか海外のゲームで、なんか女の人とか、バットマンとか、目からビーム出すやつとか、いるゲームやったもん。
何？え、仲間じゃない。DC？ アメコミ DC？ ん？え、もうわかんないよジャスティンリーグってやつ？ジャスティンリーグ？これ？キャラ。え、わかんないよバットマン。きた。ワンダーウーマン。フラッシュ。アクアマン。え、アクアマンいんじゃん。サイボーグ。もう全然わかんない。あ、もう頭パンクしそう。ダメだ。わかんないよ。そう、スバルが詳しいんだよ。私わかんないからさ、マジで。こういうのに触れてこなかった人間だからさ。ずっとさ、私、深夜アニメを見てさ、ってさ、してたさ、民だからさ、これわかんないわけよ。バットマンもさ、なんで見たかってさ、なんかバットマンの映画がさ、いいってさ、なんか見るからさ、バットマンか、どんなもんか見てやるかと思ってさ、見たらさ、めっちゃおもろくてさ、っていう感じだからさ、うん、バットマンか。まあなんか黒いし、まあ黒いしなんかちょっと、ダークな感じらしい。私と同じ陰キャかなーと思って見たらさ、全然違くて、かっけえ。私もこんな風になりたいって思った。え、ちょっと、スバルに聞いてみよう。わかんなかった。すいません。わかんなかったよ。初めて、アメコミ系に触れた。オタクでございました。ありがとうございました。おもろい。違うんだね。初めて知ったわ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。そう、バットマン初めからお金持ちなんだよ。そうなんだよ。だからさ、秘密基地とかあんだよ。めっちゃおもろいで。秘密基地とかだってさ、なんか、ちょっとさ、ワクワクしてこない？するよね、ワクワク。めっちゃワクワクするわ。私も秘密基地欲しいな。秘密基地読むか。メンバーありがとう。